ありがとうございました。それでは体験された方にご感想をお聞きします。振り返りをやってみていかがでしたか？近くで見ると思ったより顔がすごく可愛くて体も軽くてとても楽しかったです。あちゃんやったよありがとうございます。それでは振り返りをやってみていかがでしたでしょうか？すごく軽くて止まられた時ふわっと止まってきたから、なんか本当に鷹は軽いんだなって思いました。ありがとうございます。振り返ってみていかがでしたでしょうか？昔お殿様たちが鷹狩りを好まれたというふうなお話を直接子孫の方々からよくお聞きすることがあります。鷹がすごい軽くて重いというふうにお聞きしてたんですけども、かなり軽くてふわっと来るのですごいいい体験をいたしました。今でも役立っていると思うんですけども、昔も鷹狩りというのは普段でも鷹匠の方々がいろんな仕事をされてたというふうなことを聞いてますので、今後も頑張っていっていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。最後に振り返ってみていかがでしたでしょうか？3年前に一度こちら見に来まして、体験しているのを見ていつかやってみたいと思って、夢が叶って最高に幸せです。で、今おっしゃったようにすごく軽くふわっと止まるし、あと目も優しくてすごくツヤツヤしてて可愛くて今目があって惚れてしまいました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは皆様、体験された方へ大きな拍手をお願いいたします。また今日参加してくださった体験の方々には記念品を差し上げます。以上で鷹匠体験を終わります。ありがとうございました。